パナソニックルミックス DMC LC1 ルミックスは2001年より販売されているパナソニック製デジタルカメラのブランド。1997年から2000年までは系列会社である松下久し電子工業の開発、製造によるクールショットブランドにてデジタルカメラを販売していたが他社に比べてシェアの差を開けられていた。その後、デジタルカメラが 本格的に普及、フィルムカメラにとって変わるほどの勢いに達しようとしていた実情を見据え、2001年にパナソニックは新ブランドルミックスでの本格的なデジタルカメラへの参入を決断し、そのフラグシップ機として DMC LC5 よびウルトラコンパクトサイズの普及機 DMC k a i 7を2001年11月にリリースした。当時パナソニックは デジタルカメラの製造においては講述する内科社の技術協力を必要としていたが、デジタルカメラの部品の中で最も高価なパーツである CCD イメージセンサーを内製しており、その点においては優越的地位にあった。ルミックス最大の特徴としては、ドクライカとの提携による内科のライセンス許諾を受けた高性能レンズの搭載が挙げられる。以前から、 デジタルビデオカメラの分野で提携を行っていた松下トライカがデジタルカメラ分野でも提携を行いレンズの共同設計トライカの認定を受けたレンズ製造を行うことでデジタルカメラに最適なレンズを作り出している現在ではライカのライセンス許諾を得た DC バリオズミルクス DC バリオズミクロン DC バリオエルマリーとエントリー製品向けに DC バリオエルマー DC バリオズマリット、ライカブランドを関していない、ルミックス DC バリオレンズが使われている。2002年秋からは、独自開発の映像処理エンジン、ビーナスエンジンが DMC i 1と DMC i Z1 に初搭載され、高速な画像処理を行いながら、一層の高画質を実現した。2005年には、オリンパスと、米、コダックの提唱した。 フォーサーズシステムに賛同、オリンパスとフォーサーズシステム企画のデジタル一眼、レフカメラの開発を行うと表明した。2006年2月に開催されたアメリカ最大の写真賞 PME にて、その第1号機 DMCL1 が発表され、7月22日に発売された。ビーナスエンジンなど、これまでの製品開発で培ってきた技術が活かされており、レンズ開発では、 内科の協力が得られた製品が出されるなど、様々な点で注目を集めている。2008年には、オリンパスと共同で、フォーサーズシステムの拡張企画である、マイクロフォーサーズシステムを策定、その第一号機、DMCG1 を発表した。2011年後半からは、DMCFX90 を筆頭に、Wi-Fi 機能を搭載したモデルも展開されている。 2018年9月、ダイカ、シグマとの協業である、エルマウント・アライアンスへの参画を発表。同時に、フルサイズセンサーを搭載した、ルミックスブランドのエルマウント機の開発を発表した。なお、既存マイクロフォーサーズシステムの開発は継続すると、している。画像処理エンジンは、世代別に下記に分類される。なお、ビーナスエンジンは、同社が推進するアニフィアベースのチップではない。 なお付属の RAW 画像現像ソフトの画像処理エンジンは、市川ソフトラボラトリー製であり、カメラ内で、ビーナスエンジンによって現像されたものとは違う、傾向の画像を出力する。DMC 回1、DMCFX100、DMCL10、DMCGF1 DM を大まかに、高倍率ズームの多機能モデル、デザイン重視のスリムモデル、画質重視のハイエンドモデルの3つに分類される。 光学式手ブレ補正は2002年に DMC KZ1 において初搭載され、2005年以降はすべてのモデルに搭載されているのが特徴。スリムモデルに光学式手ブレ補正を搭載したのはルミックスが初めてである。ルミックスの主力モデル。コンパクトデジカメの形状を維持しつつ購買率を両立しており、モデルチェンジごとに数々の新基軸が盛り込まれている。 精霊市シリーズは、ZX シリーズおよび FX シリーズの後継、近い位置づけ。TZ シリーズ DMCTZ3、精霊市シリーズ ZX シリーズスタイリッシュなデザインが特徴のモデル。高倍率コンパクトモデルの登場により、中堅機から入門機の位置づけとなった。 XS シリーズ FH シリーズ F シリーズ LC2 桁シリーズ FX1 桁シリーズ FX2 桁シリーズ DMCFX50FS シリーズ FX3 桁シリーズ FP シリーズ S シリーズ防塵防水対衝撃モデル。レンズは屈曲式となっている。FT1 桁シリーズ FT2 桁シリーズズズーム全域が比較的明るい高倍率レンズ。 および大型撮影素子を搭載して、高画質を追求したモデル。FZ シリーズは、初代、FZ1 から10年以上にわたってラインナップ、されている。LC1 桁シリーズ FZ1 桁シリーズ FZ2 桁シリーズ DMC、KZ50LX シリーズ完成度の、高かった DMCFX7 の設計をベースに、アスペクト選択スイッチによる、アスペクト比の切り替え。 RAW 撮影機能を搭載。LX3 以降は、マルチアスペクトでの切り出し対応のため、実際の撮像エリアは交渉値よりやや小さくなる。DMC LX2FZ3 桁シリーズ DMC、k z 1 0 0 l f シリーズ FZ4 桁シリーズ TX シリーズ DMC、GF5 マイクロフォーサーズシステム及び、フォーサーズシステムを採用したモデル。 L シリーズを除くモデルをまとめて G シリーズと称されることがある。また G1 は世界で初めてミラーレス構造を採用したモデルである。2018年9月25日、フルサイズミラーレスカメラとして L マウントを採用したルミックス S1 と S1R の開発を発表し、2019年3月23日に発売された。 完電地対応モデルマニュアルモデルパナソニックモバイル、コミュニケーションズが開発及び製造するモバイル、ベニューセンジェンを搭載したカメラ付き携帯電話である。NTT ドコモとソフトバンクモバイルから販売される、カメラ機能に特化したモデルのみにこの相性がついている。携帯電話でありながら高い画素数を持つ CMOS が搭載されており、おまかせイヤや,や、広角レンズ、 手ブレ補正などが搭載されている。キシュピマイナスレ 2D。ありがとうございます。